やめた。なんか今の会社にいてもそれなりの未来しか待ってないなっていうのが分かっちゃったんですよね。周りとか見てて。だから言ったじゃん、はあ、そう簡単に就職先なんてあるわけないじゃん。今探してるから何よ、未来を変えるには今を変えるしかないって。今を悪くしてどうすんだよ。っていうか結婚は？もうちょっと待って。私38ですけど、まだ待たせるの？おい。え？俺の仕事だ。仕事？これだよ。これって仕事なんすか？平和。こうやってさ、毎日鳩の世話をしていることで国とかからお金がもらえたらいいのにな。あー、いいっすね。お、ちょ、サラリーマンか。無職っす。最悪ですよ、お先真っ暗。待ちますけど。はいはい。顔、今何歳だ？今年40っす。結構いってんな。こっから人生巻き返せますかね。微妙だな。少なくとも後に餌やる余裕はないだろう。あ、それぐらいは失業保険とかあるんで。お前今鳩に餌やってるだけでも金もらえるんだな。本当っすね。